実業家としての僕はまだまだ大したことない。ビジネスの世界にはすごい人たちがたくさんいる。僕が全ての仕事で稼ぐ規模で言えば、円換算で数十億程度。そしてそれにはたくさんの人が関わっている。僕が関わり生み出したとしても、全て自分が取れるわけではない。僕個人への見入りは過去マックスで10億ほど、その年によって上下する。そして僕が今の生活を維持するに必要な額は1年で2億弱。生活、買い物、旅行など、僕が GACKT として生きるのにかかる年間のコストはこの値。もちろん僕はビジネスだけで勝負しているわけではない。僕の武器は人生全てをマネタイズすること。そして僕が生きるのにかかる経費は人生をマネタイズするためのコストでもある。だからビジネスだけではなく、GACKTというセルフブランド、その他多くのことを大切にする。僕にとって人生をマネタイズするということは、僕の日常や全てのアクションが結果的に金を稼ぐことにつながっていくということだ。